それでは、はい、最後の実験に、参りたいと思います。俺はやんなくていいですか？俺が、はい、もう飯野さんはもう最後大事ですから、次3ポイントですから。そうですね、僕が、問題を紹介して先に答えたいと思います、ちょっとなんで変わったのかその意味がよくわかんないですけど、はい、いきますよ。次、最後の実験です。はい、卵に、はい、卵ね、卵にですね、砂糖を混ぜてレンチンするとどうなるでしょうか。はい、っていうことです。おお、で、三択の答えは1、はい、蒸発する、おお、2、膨らむ、うんうん、3、白く硬くなるというところですね。どうしました、これどっちから答えますか。これ俺だっつってんだろ。いやいや、これ最後はさ、これじゃんけん、じゃんけん、それ最後じゃんけん、じゃんけんします。最初からじゃんけんしてくれよ。じゃあ最後じゃん、はい、最初はグーじゃんけんぽい。もう一回なんでだよ、おかしいんだろ。もう行きますよ、僕。もう一回いいですか。僕ね、でもね、これはね、どうしよっかな。膨らむで2でいきます。やっちゃった、やっちゃった。犬さんやっちゃいました。やっちゃったね。じゃあ犬さんは。私はですね。はい。2のね、膨らむだと思います。3の、白く硬くなると。いいこといいですか？そういうのダメですか？ダメですね。じゃあ分かります。3ポイント取ったら5ポイントじゃないですか。分かった。じゃあ分かった。3。3。でも俺は本当にこう白く硬くなると思います。そっちじゃないかなと。うんうん。まあ膨らみはしないでしょうね、確実に。ケーキ作るときとかね。そう。いや、膨らんだらおかしいでしょ。じゃあ、いいのかな、はい、僕はね、僕、手順読んで、やってくださいね、はい、やりましょう。いきますよ、はい、耐熱カップに、こちらです、はい、卵1個とですね、はい、砂糖大さじ1杯を入れて、よくかき混ぜてください。はいはいはい、ちょっと、大さじ入れちゃう。大さじ1杯を入れて、よくかき混ぜる、はい、大さじってどんなもんですか。もうそもそもそれじゃねえしな、うん、そのぐらいでいいんじゃないかな。はい、よくかき混ぜてください。で、かき混ぜる。はい。OK。あ、これは固まる予感。もう始まりました。はい、固まる予感がしますよ。実験1を思い出しますね。本当ですか？ドロドロに固まるかもしれません。もういいんじゃないですか？じゃあ。そろそろいいですか？そろそろいいかもね。そうするとですね、これをですね、電子レンジで1分間加熱してください。はい、電子レンジはこちらでございますね。これが噂の電子レンジですね。電子レンジですね、はい、チン、レンチンってやつですね。チンって言いますかね。いや、どうなんでしょうか。本当に皆さんのね、自宅はどんな音がするでしょうか。これ1分、ちょっと多めにいきましょう。1分20で。1分20、はい、はい、1分、何でしたっけ。1分20で、はい、じゃあいきます、スタート。じゃあ1分、じゃあ1分20秒の間何か話しますか。しましょうか。 何します。じゃあ最近あったちょっと痛かった話ちょっとしてください。痛かった話、うん、なんだろうな、イリノ君に会ったことかな。久々に会ったかな。いやね、実は嬉しかったでしょ。いや嬉しそうでしたよ。嬉しそうでした。ツンデレですからね。どの瞬間そう思いました。いや、もう会った時に顔がすごい嬉しそうでした、うん、笑顔だった本当に。岡村さんが、でも俺最初ね、スタッフさんいないかな、なんかね、スタッフさんの一人がイノクに見えてて、イノク変わったなって言ったの。見間違えた。見間違えたのが最初の僕の今日のファーストイノクね。それほど僕を求めてたっていう、ね。求めてなかったら。っていうね、そういうことでしょ。そういうこと。そういうことなんですよ。似てるなと思ってスルーしたの。似てるなって思ってスルーしたと思って、うん、そう。まあまあそんな感じです。じゃあイノクさん最近なんかあった、最近あった楽しいことって。そうそう。最近あった楽しいことって。楽しいこと。良かった。嬉しかったこと。もちろんそれはね。今日こうやって中村さんと2人で実験くんできてる、このことが嬉しい。何言ってる。すいません。あ、このこういうことができてるっていうね。深夜のなかなかできないです。深夜にこんな2人でできないですね、うん、だいたいこういうね、レンジで温めていただいてもらってる、コンビニでの待ってる時のあの居づらさ、うん、ないです。わかります、わかります。他にお客さんがいると、うん、もう1分経ったらわかるんですよ。他にお客さんがいるとさ、だいたいこう横で待ってさ、その間になんか他のお客さんの対応するじゃん、はいはい、なんでもね、深夜に俺一人、店員さん一人だったらね、うん、やってる間にこうこの空気が、あ、もういいわこれはどっちなの。これはどっちなんだよ。これはどっちなのかわからない。カメラに行くぞ、みんな。すげえ癖。これはもう固まったんでしょ、白く。これは固まってる。白いでしょ、これ。
ねえ、白い、買った。どうですね。答えは、なんでだよ。おかしいや。答えは2の膨らむです。くそ、電子レンジで加熱すると卵の中の水分が水蒸気になり膨張します。そのため卵が膨らむのです。ということで、ここからの仕切り、飯野さん、お願いします。そうですね。ということで、本日、はい、実験すべて終了いたしました。はい。いやー、終わった。いやいや、どうですか？どうでしたか？どうでしたか？うん。楽しかったですか？まあ、僕はね、なんといっても、うん、やっぱり空想科学ボーイでしたから。お小さい時から。はいはい。だいたいこういうね、実験系っていうのは、うん、あるじゃないですか。毎月。おばちゃんが持ってくる、うん、もう正しく言えねえんだよ。実験セットがついた本があるじゃない。はいはい、あります、ね。あれをもう毎月購読してるし、ね。そうなんですか？そうなんです。実験くんじゃないですか、まさに。実験やろうですよ、僕は。そうなんだ。だからね、まあ、最初のやつはね、ほんと知らなかったんですけど、うんうん、あれそうだっけ？最初何やったっけ？牛乳か。牛乳。あ、俺全部知ってるな。まあ全部分かった。そういうこと言うなよ。もうだから僕は間違ってでしょ。僕は間違えましたけど、うん、まあ、知ってたっていうところがあるね。まあ、僕の敗因は、まあ、じゃんけんに負けたところですかね。そうですね。全てがあそこで決まりましたね。なんかじゃんけん弱いんだよな、はい、ということで、はい、結果発表でございます、はい。さあ、結果発表は取りに行った方がいいですか。これ、バンって見せますか。イリノミユ、2問正解、2ポイント、はい。そして中村雄一、1問正解、3ポイント。やったー。不自然だよね。なんで俺の方が正解数多いのにさ、マガオかよ。だって入野さんが決めたルールですよね。3ポイントでいいって。なんかそういうの。はい、ということで、まあ僕が勝ったんですけども、勝者、はい、勝者マジで。あ、じゃあこれ読みましょうか。僕は勝者は商品として、キッとしてるな、商品見て。科学者の必需品、高性能抗菌マスクと消毒用アルコールジェルをセットでもらえちゃう。オッケー。いやー、今の、ね、マスクはね、いっぱいある家に。ただ抗菌ジェルはですね、消毒用アルコールジェルか、うん、これはですね、本当に最近欲しかったんで。あ、本当ですか。あ、じゃあよかったじゃないですか、ね、これいいですよね。ね、しかも高性能のマスクですからね。意外と高いですよね、マスクね。はい、高性能です。じゃあおめでとうございます。目録でございますね。こちらをどうぞ。いただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。雑。ありがとうございます。なんかチラって中身見るの嫌だ、なんか。ということで、はい、終わったんですけども、はい、どうでしたか今回は。いや、ね、まあ、前回は僕がまあ惜しくも負けたというところだったんですけど、はい、今回はもう圧倒的な僕の勝利で。いやいやいや、もうギリだったじゃないですか。最後に僕が救済処置をしなければ中村さんは負けたわけですよ。はい、そういうところね。まあそういう風に見えたのはあなただけだと思うんですけど。これをもってですね、戦い終わるということもなくですね、はい、もし次回何かあれば。そうですね、やってみたいですか。いや、僕はね、やっていきたいですよ。次何で戦いたいですか。次やっぱさ、勝てそうなこととかのがいいですか。いや、それは無理ですよ、別に。そんな勝てそうなやつ。そうですか。じゃあ1回目は、うん、デザートを、うんっていう話だったけど、うん、結局盛り付けだったんです。盛り付けだったんですか、うん、やっぱ。じゃあ次は料理する。いやー、どうかな。今日入野さん何もしてなかったですけど、料理する。いやいや、してたよ。この DVD の中で入野さんの行動ちゃんと見てください、皆さん。何もしてないですから。ちゃんと見てるとすっげーしてるんですよ。洗い物だろ。いやいや、違う やれと言われたことはもう完璧に。やれと言われたことをやってるんだ。あとはさ、ゲームとかで対決しましょうよ。光栄さんのゲームで。いいですけど。勝てそう。それいいですけど。大丈夫ですか。あ、でも違う、またゲーム強いんだ。大丈夫ですか。まあ、でもぜひね。まあでもなんかね、対戦はね、一生続きますよ。負けないように僕はしていきたいと思っております。まあとりあえず一生いっぱいね、はい、イーブンですから、ね、はい、実験くんのコーナーはこれでお開きにしたいと思います、はい、お相手は入野美優と中村雄一でした。皆さん、またね。さよなら。